こんにちは、湯沢健一です。今日は那覇セルラーから巨人対中日戦をお送りします。今日はですね、昨日と同じように風が強くて、そして気温も12度ちょっとですから、体感温度はもう10度以下というかね、5度ぐらいじゃないかなという感じしますけども、そういう中で、一つ目は、ジャイアンツのピッチャーは高橋優貴投手24歳、昨年ね、左肘を故障しましてね、なかなかその戻ってこれない。やっと登板できたのが、もうシーズンの終盤10月ですよ。非常にこう左投手としてはコントロールもいいし期待はしてたんですけども、まあ故障を抱えてですね、登板できなかった。その高橋優貴が今日4イニングを投げました。それでストレートが速くなってきたんですよ。いや、それも本人がやはり変化球ばかりではやはりこう変化球待たれるということで、なんせそのストレートを速くしようというようなことで、今日は4イニングヒットが1本でした。球数も4イニングで50球です。今年は、まあ、昨年今頃ちょっと故障したんですよね。今年は順調にローテーションに入れるかなという、そういうアピールを見せた高橋優貴でした。2つ目は、中日の投手陣も先発は山本、167センチのピッチャーですからね。しかし、ボールのキレというか、変化球の、まあ、スライダー等もですね、非常にいいボールを今日は、投げまして、3イニング、2本のヒットを打たれましたけども、まあ要所を締めてですね、山本の先発候補として、名乗りを上げてきております。2番目に岡野という、これも2年目のピッチャーなんですけども、このピッチャーも2イニング1本ヒット1本打たれましたけども、内容的には、非常に素晴らしかったです。ボールも非常に切れておりましたし、山本同様にですね、この2人が、まあ、先発、中継ぎ、含めて、ローテーションに入ってくればですね、中日の投手陣も、非常に、まあ、福谷がおる、大野がいる、そういう中に割り込んでこれるんじゃないかなという感じが、今日のピッチングでした。そして3つ目のポイントは、昨日9回裏に2アウト1・3塁のチャンスでバッターボックスに入った北村です。3球見逃しましてね、三振に、こう切って取られた。原監督も叱りつけたようですけども、しかし一夜明けた今朝の練習で、原監督が北村を呼んでですね、ティーバッティングをこうして、そしていろいろこう教えてました。まあ、原監督もやはり期待してるから、そういうような昨日のゲームでも、試合後に、まあ、叱りつけたというか、不甲斐なさを責めたと思うんですよね。ところが今朝になって、そうやって、北村に育ってほしいし、お前期待してるぞと言いたいがために手をこう何本もこう上げてですね、北村の気持ちを鼓舞するようなシーンが今日ありました。その北村が今日7回に中日の清水投手から3ボール1ストライクから狙ってましたね。昨日の雪辱をしたいという気持ちが内心あふれていたと思うんですね。清水のちょっと近めに来ましたストレートをですね、レフトに見事に、ホームランかっ飛ばしましてね、まあ、昨日の悔しさをですね、リベンジしたというようなホームランでした。ジャイアンツは、昨日広島と 0-0 の引き分けで、今日は、ドラゴンズと、1-0、やっと北村のホームランで、勝ちましたけども、このところの沖縄の寒さというか、風が
非常に強い中でのゲームですから、やはりピッチャーは体が温まってますからいいんですけども、野手はですね、やはりこの寒さに、ちょっとやられてますね。まだまだ練習試合が続きますけども、この週末ぐらいからそろそろレギュラー陣が試合に出てくるかなと思います。まあ、若手は若手でこれから結果を残さないと若手は生き残れない、大事な練習試合にそろそろなってきます。今日は巨人対中日の練習試合をお送りしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。